1点を先制した打線は3回、ランナーを1人置いて柳田、ライトスタンドへのツーランホームラン、主砲の一発でリードを広げます。同点に追いつかれた5回にはツーアウト満塁のチャンスで中村晃、勝ち越しの2点タイムリー、東浜を援護します。その東浜は今シーズン自己最長の7回を投げ4失点の力投、嬉しい今シーズン初勝利となりました。